日向市長の戸谷公平です。全国的に新型コロナウイルス感染のピークアウトが見えない中、本県においては8月27日にまん延防止等重点措置が適用され、本市が指定区域となりました。今まさに誰もがいつどこで感染してもおかしくない危機的な状況となっています。市民の皆さんにはご不便をおかけしますが、この身近に迫った危機的状況を我がこととして捉えて、改めて行動要請を守るとともに、感染防止対策の徹底をお願いをいたします。また事業者の皆さんには大変厳しい状況の中、まん延防止等重点措置が適用されることにより、飲食店でのアルコール類を終日提供しないことや、大型店舗の一部が営業時間短縮となるなど、さまざまな要請がされることへのご理解とご協力をお願いをいたします。なお、今回の重点措置による協力金等につきましても、県と連携しながら速やかに対応してまいります。最後にワクチン接種に関するお願いです。新型コロナワクチンは感染症の重症化を予防する効果が期待をされています。本市ではワクチン接種を希望する方にできるだけ早く接種していただけるよう、引き続き体制を整えてまいりますので、ワクチン接種へのご協力をお願いをいたします。何としても感染拡大を止めなければなりません。市民一丸となってこの難局を乗り越えていきましょう。